リピーター？リピーター？酔っ払やってるからね、あのね、声ね、ちょっとうるさいかもしんない。録音するって。あ、録音するの？多分ね、本で聞いた方がいいよ、それは。それは間違いねえかも。ライオンキングのね、白生タタで出てくるから。白生マタタ、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 迷わずに。生きることさ、俺たちの合言葉、はくなわたた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 。ターザンも覚えたいな。ターザン？ターザン。白生タタはね、なんだろうね。ライオンキングってディズニーのアニメがあるんだけど、そこで出てくる言葉なの。白生タタって言葉を聞くと悩みを全部忘れるっていう、まあ、おまじないみたいな感じなのかな。うん、おまじない。本当に元気が出るって話題。評判。白生タタ、スワヒリ語、スワヒリ語で心配なしさっていう意味だって、うん、どうにかなるさとか気にするなって意味合いもあるらしい。それは、そりゃ元気になるわね、白生タタ聞いてたらね。さ、魔法の言葉だよ、白生タタ。心配ないさ、とか、そういう意味だから。心配ないって。やったね。おめでとう、白生タタ。おめでとう。おめでとうかな？まだおめでとうじゃないわ。まだ。お、参考費ありがとう。アメでた。ん？白生タタでワンセットって感じっぽい。うんうん。そう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 。一つの言葉、白生タタ。白生タタ。心配ない。始まる？なんか始まる？心配ないさー。ライオンセットだ。ライオン。裏切り、欺き、呪われたか。
傷、裏切り、恥知らず、欺き、出て行け。災いを持ち込んだ。これもライオンキングの曲なんだよ。ライオンキング2の曲かな。タイトル忘れちゃったけど。